どうも、大成 TV の神武です。今回はね、前回の続きのこのファイルのですね、オートバジンを開封していってみたいと思います。オートバジンは A サイドと B サイドの2箱に分かれています。A の方が前ですね、B が後ろになります。では今日はね、前の方の A から開けていってみましょう。お、美味しいガム付きです、ガム噛みたいとこですけど、今日はね、ちょっとやめておきましょう。今回のね、オートバジはね、ほとんどバラバラですね。これもプラモデルレベルですね。ということは、真剣に組まないといけませんね。今日こそね、この箱の中のね、設計図をよく見るという期待をですね、ちゃんと書いてましたね。ここから切り取ってくださいって。こんなね、ちっちゃい字じゃね、全然見えないんで、拡大コピーしてきました。 300% です。どうですか、このね、 300% のデカさ。こんな見やすい設計図でね、間違いは許されないですね。それでは頑張っていきましょう。あ、ちなみにですね、これが 300% ですよね。これ表側もとりあえずコピーしてみました。これが 150%。 まあこれはどうでもよかったんですけどね、結構綺麗に擦れてますね。これこの辺でも貼っておきましょう。はい、今日は A サイドですから。なるほど、こんだけいろいろ書いてあるとね、パッと見ね、組めるんかなって気しますけど、今日はこのね、A サイドだけですから、ここまでですよ。で、これがね、次の B サイドでしょ。で、こっちはバトルモードに変形する時の設計図です。まあ言ってもね、プラモとかガンガン組んできた僕ですからね、余裕とは思います。それではとりあえずね、ランナーからね、切り離していきましょう。はい、ランナーから切り離したらね、たったこれだけのパーツでしたね。はい、それでは早送りで組んでいってみましょう。完成しました。いやー、めちゃくちゃ時間かかりました、これ。で、途中ね、つけてる尻からポロポロくるんでね、接着剤塗ろうかなと思ったんですけど、もし塗ったらね、変形できんとこでしたね。危なかった。それにこれね、拡大コピーしたんですけどね、よーく見るとですよ、これもう肝心なとこがね、にじんじゃっててね、何のこっちゃちょっと分からへんという、そんなお粗末なコピーでした。いや、もう食玩程度でね、こんな疲れるとはね、侮っていましたね。ではここでね、賢く待っているファイズさんですね、ちょっとまたがってもらいましょう。まだね、前だけとはいえね、ちゃんとシートがありますんでね、乗れるはずです。で、今日は乗れるやろなと思ってね、手はね、ちゃんとこの握る手をつけております。はい、どうですかこれ。はい、編集でカットしてるからね、一瞬で乗ったように思いますけどね、めちゃくちゃ苦労しましたね。で、まだ前だけなんでね、全貌がわからんのですけどね、なかなかのスケール感じゃないですかね。ええ感じです。
い、そんな感じで今回は仮面ライダーファイズのバイク、オートバジンの A サイドでした。大成 TV